ちょっと闇っぽい感じを出したかったので黒く、ちょっと明るめのカラーなんですけど、ビジュアル系なのでやっぱり色白に見せたいので冷たい印象を与えるようなビジュアル系メイクにしてみました。こんにちは、杉浦彩香です。いつもはイケメン女子とか男装モデルというジャンルで活動しております。今回はビジュアル系メイクということで、ビジュアル系バンドマンにいそうなちょっと濃いめの、いつもより目力がだいぶ強いメイクに挑戦してみました。よかったら見てください。どうぞ。カラコンはエアリーさんのクオリティワンデーのブルーサファイアで、こっちの右がグレーのカラコンにしました。クオリティさんのカラコンは結構発色がやっぱりすごいので、ビジュアル系メイクとかは結構派手めのメイクをしたいって人はおすすめです。今回はちょっとこっちが青でこっちがグレーという、ちょっとビジュアル系なんでやっぱりちょっと色を変えてみようかなという感じで、今回は別々のカラコンにしてみました。ファンデーションはイヴ・サンローランさんのアンクルドポールクッション B20、 これもやっぱりビジュアル系ということで、ちょっと血色が悪いような色白な肌に見せたかったんで、明るい色のクッションファンデにしました。クッションファンデは崩れた時にすごい綺麗に馴染んでくれるんでよく愛用しています。アイブロウは K パレットさんのラスティングツーウェイアイブロウペンシル24の101を使いました。これは一番明るい色でいつも使ってるやつなんですけど、ビジュアル系ということでそんなに眉毛はなくてもいいかなという感じなんで、軽く元のある眉毛になぞる感じでちょっと描いただけにしました。アイシャドウはキャンメイクさんのジュエルスターアイズ06ですね。ブラウンなんですけど、ちょっと濃いめのブラウンでラメがすごい入ってるやつなんで、アイシャドウのベースになるように全体的にちょっと濃いめに塗りました。次のシャドウがケイトさんのデュエルブランドアイズ SV1 です。これも全体的にぼかす感じで、スモークっぽい感じで全体をまぶたの上のとこを全部描いて、下もシュッとぼかせるぐらいの感じで全体的に塗りました。次のシャドウがセダンヌさんの2カラーアイシャドウ11、かなり黒が濃いめのシャドウになってるんで、二重の折り返しの部分のちょうど見えるとこをなぞるように、影が出るようにそこの部分をちょっと中心的に塗りました。次のシャドウがキャンメイクさんのアイニュアンスの21番、一番濃い青を使いました。下のシャドウに青がちょっと分かりやすくするために一番下にわーっとなぞるように描きました。マスカラ下地はキャンメイクさんのクイックラッシュカラー、これはすごい下地としてかなり万能で、あやかのまつげがめちゃくちゃ短いんですけど、これを使うことによって多少でも長く見せることができます。マスカラがキングダムさんの TS マスカラ、黒のマスカラの方だけ使いました。これはボリュームよりちょっとロングタイプのやつなので、長さを出したかったので今回はこの黒の方だけ使いました。コージーさんのビューラーなんですけど、これは一番まつげがグッと上がるので普段これを使っています。ダイカの場合まつげが短いんで結構強めにグッてやってるんですけど、ビジュアル系はやっぱ目元が結構重要だと思うんで、まつげはがっつり上向きに上げちゃっていいと思います。次のマスカラがメイベリンさんのラッシュセンセーショナルフル&リッチのブラックです。さっきのキングダムさんの方ではロングタイプで長さを出して、こちらはボリュームを上げる用のやつで使ってるんですけど、目元今ただしは結構黒めのやつなんですけど、なるべく束感が出るようにこれを使いました。アイライナーはケイトさんのスーパーシャープライナー EX、 結構新しく出たやつでかなり極細で、もう細かいラインまで結構描けるんで、もう今は結構真っ黒な状態になってるんで、それをちょっと目の形がくっきりするようにアイラインを引きました。次に使ったアイライナーがケイトさんのジェルライナーなんですけど、ペンシルタイプとか筆タイプとは違ってジェルライナーだとちょっとぼかしながらアイラインが引けるので、くっきりはちょっとしたくないなって時のためにこのジェルライナーで目頭に近い方をこれで描いていきます。もう一回このケイトさんのスーパーシャープライナー EX を使うんですけど、ダブルラインって聞いたことがあるかもしれない
ビジュアル系のメイクではよくあるんですけど、二重の線のとこを結構彩香の場合引くんですけど、そうすると目をガッと開けた時に二重のラインがくっきりしてちょっと黒い濃いめの感じがするので、より目が引き立つようになるので、これでダブルライナーを描いています。カラーのアイライナーがベンナイさんのマジカラークリームペンシル、これは結構コスプレイヤーさんとかが使ってるようなやつで、結構青が分かりやすいようなはっきりした色のペンシルライナーなんですけど、これをもう目の形にそのまんま塗って、ちょっと青が分かりやすい感じに塗りました。白のアイライナーがドーリーウィンクさんのクリームラメ、そんなにがっつりは引かずに、ちょっと目頭の辺にラメが入る程度で軽く描いてみました。アイシャドウパレットの PRM さんの BW アイシャドウパレットですね、一番鮮やかな青のやつを使ったんですけど、涙袋の辺にちょっと分かりやすいように水色でふわっとなぞりました。コンシーラーがカリプソさんのマジックコンシーラーを使いました。これも赤みがあるとことかニキビ跡の辺とかにポンポンとのせてなじませてカバーをしてるんですけど、ついでに唇のピンクさをなくすために唇にも塗って白っぽくしました。シェーディングがメイベリンさんのフェイススティディオの V フェイスディオスティックの01、これの茶色い方をフェイスラインのこの辺になぞるように描いて、なじませて両方とも描いて、ここの顎のラインがシュッとなって影ができるようにして小顔効果が出るようにしました。イヴ・サンローランさんのコンシーラーなんですけど、これはスティックタイプ、ここの鼻の際の辺がちょっと赤みが目立つ時があるので、これでポンポンと軽く押さえてあげると赤みがだいぶ減ります。ファンデーションがセフィーヌさんのシルクウェットパウダーレフィル OC90、 ちょっと明るめのカラーなんですけど、ビジュアル系なのでやっぱり色白に見せたいので明るめのカラーで、テカリが気になる部分にポンポンと乗せていきます。ファンデーションとかベースメイクは基本的に彩香の場合は肌がテカりやすいので最後に残しといて、最後にポンポンと上から乗せていきます。最後の仕上げみたいな感じでケイトさんのデュエルブレンドアイズ、これはもう仕上げでなじませる感じで、まぶたの辺とか今まで描いたところをぼかす感じでやって、最後に目頭の辺からここ凹凸ができるようにちょっと闇っぽい感じを出したかったので、ここを黒く塗りました。リップが無印さんのリップトリートメント、ツヤが出るだけで結構そんなピンクとか赤っぽくもないのでツヤを出すだけに使いました。ビジュアル系とかだとこういう白っぽいのが合うと思ったのでこれにしました。髪の毛は全体的に外跳ねにしてワックスで毛先を固める感じにして、スプレーでもう仕上げで固めて、こういうビジュアル系なんでこういう花とか固め隠すような飾りをつけるとよりビジュアル系バンドマンっぽくなる感じがしたので、こういうヘアスタイルにしました。ヘアスタイルが気になるよって人は違う動画にも載ってるのでぜひ見てください。ビジュアル系メイクいかがでしたでしょうか。今回のビジュアル系メイクは、ビジュアル系メイクでもいろいろ種類があると思うんですけど、衣装もちょっと青っぽいのにしてみたんで、ちょっと全体的にメイクの色も青で統一して、カラコンも青で、こっちちょっとグレーなんですけど、全体的に冷たい印象を与えるようなビジュアル系メイクにしてみました。よかったら皆さんも真似してみてください。バイバイ。